私の方から質問させていただきます、はい、撮影を終えて一番印象に残ったのはどのような点でしょうか。やはりあの撮影機材ですね。まあ、カメラはもちろんなんですが、こう傘みたいな赤いものとか、あとこう大昔のこうなんかハンドバッグぐらい の, その携帯電話のなんかよくわからない機材であるとか、まあ、あと投光器とか、まあ、そういうあのプロの道具の違いというか、あの本気度が伝わってきましたね。ありがとうございます、はい、では、質問続けさせていただきます、はい、インタビューではいろいろな質問に答えていましたが、台本などはあったのでしょうか。あらかじめ質問内容は渡されてたんですけども、あの田中さんの方からの、まあ、台本というか、あのこう答えてほしいっていうようなものは特に渡されてはおりません。まあ、私自身及び、まあ、その社員自身が、考えたものです。はい、ではカットしてほしくなかったシーンはありましたでしょうか。競合会社に知られたくないってこうコメントした部分はカットしてほしくなかったですね。知られたくないという思いはありますか。はい、では4番目の質問です。完成した PR 動画を見てどのような印象を受けましたか。一番感じたのは配慮ですね。こだまガラスでは編集の配慮が足らないせいでボツになった企画というか、まあ、作品というか、まあ、そういったものもあったんですけども、まあ、田中さんの PR 動画はジャストフィットボックスを、まあ、に興味を持って、まあ、もらえるようにこうきちんとこうストーリーが組み立てられていてて、でなおかつまあ、小玉ガラス、まあ、当社に対してもまあ、配慮がまあ、すごくされた、まあ、編集になっているなというふうに感じました。まあ、プロの仕事だと思いますね。はい、ジャストフィットボックスに対して肯定的な意見が多かったですが、忖度のようなものはなかったのでしょうか。まあ、私自身こう見えても大人なので、社会人としてこう適した行動を取るっていうことは、お互いの関係性を維持する上で、まあ、必要不可欠なことだと、まあ、考えてます。つまり忖度はなかったということでしょうか。お互いの関係性を維持する上で、まあ、適切な行動をしたということです。では最後に、この動画は配慮が足りていると感じますか。ボツになることはないと信じています。